皆さんこんにちは、こんばんは。この動画はセガ信者35歳による自己満足な一人喋り動画になっております。事前の準備とか編集なしで行いますので、お聞き苦しい点多々あるかと思います。その点ご了承の上よろしくお願いします。今回のテーマはプレステはセガが育てたというテーマでお送りいたします。まあ今やプレイステーション、プレステといえばソニーの一大ブランドと言ってもいいと思うんですけども、もともとはね、昔ソニーって別にゲーム作ってたわけじゃないんで、僕の世代なんてプレステ知らない、あのプレステのない時代知ってますから、ソニーって言うと家電とか、家電というかオーディオビジュアルの会社っていうイメージがありましたけども、まあだんだん若い世代になればなるほどソニーって言うと真っ先にプレステを思い浮かべる方がいると思うんですけども、そこら辺のプレステが生まれてきた時代の話をちょっとしてみようと思います。振り返ってみると、僕が知ってる限りプレステの発想の源となっている分岐点はスーパーファミコンですね。この時期にあのソニーのプレステ生みの親のくたらぎさんという方がいらっしゃいまして、ソニーに当然のことながらその時代からいたんですけども、そのくたらぎさんっていうのはゲームオタクだったらしいですね。でその僕が読んだことのある雑誌の取材によると、ソニーの研究所でゲームばっかしていたという話です。で当然ソニーの人間なんで音と映像にもこだわりがあるわけですよ。でその当時の彼はすごくシンプルにいい音といい映像でゲームがしたいなと思ったということだそうです。それはある意味今も守備一貫してますよね。良くも悪くも映像と音っていうね、特に映像の発展っていうのはゲーム業界にいい影響も悪い影響も及ぼしてますけども、そういう発想はその当時からあったわけです。ところがその当時の技術で言うと、映像っていうのはどうにもこうにもちょっと手を入れるのが難しいと。だけども音に関しては結構すぐ対応できるという見積もりがあったみたいで、それでくたらぎさんは任天堂と協力してというかね、スーパーファミコンのサウンドチップと言えばいいのかな、まあスーパーファミコンの音を司る部分にソニーの技術を投入します。なのでまあスーパーファミコンの音っていうのはその技術の下敷きにソニーの技術が入ってるんですね。でこれでまあ一つの味を占めたというかね、実績を一つ作ったわけなんですけども、でその後これはニコ動に上がってるゲーム機戦争だったかなという動画とか知ってる方だったらご存知かもしれませんけども、その後スーパーファミコンはスーパーファミコンの CD-ROM という拡張ハードを作る構想があったんですけども、まあそれがいわゆるプレイステーション構想というかね、いうものだったらしいんですけども、ところがその話は立ち消えになりました。でソニーは独自の道を模索するわけですね。自分らでプレイステーションっていうものを出していこうと。でその当時の技術になってくると 3DCG っていうのをゲームに導入することができるということで、プレイステーションっていうのは 3DCG の技術に特化したゲーム機を作ったわけです。ところがご存知の通り、ゲームソフトがなきゃゲーム機を出しても意味がない。でその当時のソニーってまだそんなに自前のゲーム制作スタジオを持ってなかったはずなんで、いわゆる任天堂みたいに自分らでゲーム用意しときますよってことができないわけですよ。だから当然のことながらソフトウェアメーカーにゲームソフトを作ってくれませんかって話を持ちかけに行くわけですね。で私たちプレイステーションというものを作りました、これでゲームを作ってみませんかという話を持っていったらしいんですけど、ところが剣もほろろに門前払いというか断られまくったらしいです。どうも聞いた話によると、その当時はまだ 3DCG をゲームに生かすという発想を持っているソフトウェアメーカーは少なかったようで、
あんたらに何ができるんだと。まだその当時ソニーはゲーム会社としては駆け出しですから、あんたらゲーム屋でもない人間に何ができるんだと。でしかも 3DCG、 そんなんがゲームにとって何の意味があるんだということだったようです。こうしてプレイステーションは第一歩を踏み出す前からつまずくわけですよ。ところがですね、ところがここで大逆転が起きます。しかもその大逆転は自分らで起こした大逆転じゃなく、ある人たちが起こしたんです。それがセガのバーチャーファイターです。このバーチャーファイターという 3DCG とゲームを見事につなげたゲームが発表されたことによって、その発表以降からソニーにお宅のプレステでゲーム作ってみましょうという話がどんどん舞い込んできたらしいです。なんという皮肉でしょうね。セガが生み出したバーチャーファイターという果実というか種が、まさかプレイステーションの方にも 花を咲かせるというね、そういうことが起こっちゃったわけですよ。そうしてどん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 ソフトウェアメーカーがプレステでゲームを作るという話になっていって、その後はご存知の通りです。そういうことが起こっちゃったわけですよ。なんという皮肉でしょうか。多分そういう話ってたくさん調べればあるのかもしれませんね。実はこの大ヒットしたこれの元ネタというかね、その種というのはこういうところにありましたっていうのを歴史を紐解いていけばたくさんありそうな気がします。それこそゲームソフトで考えたら、例えばモンスターハンターとファンタシースターオンラインなんてそうですよ。あれどっちかっていうとモンハンの元ネタがファンタシースターオンラインなんですけど、あまりにもモンハンの方が売れてたせいで、ファンタシースターオンラインがファンタシースターポータブルとしてある程度スマッシュヒットした時に、一部のネット民からファンタシースターポータブルってモンハンのパクリだよねって言われたんですよね。え、ネタだろうと思いましたけど、どうもマジだった人がいるみたいですけどね。そういうことがあったりするわけですよ。それこそ以前の動画でもお話ししたんですけども、いわゆるオープンワールド、グランドセフトオートなんてね、あれ確かなんか世界中のあらゆるエンターテインメントの記録を塗り替えた売り上げをグランドセフトオート5は記録したらしいですけども、その発想の源となっているオープンワールドという概念はセガのシェンムーから来ているんじゃないかっていう話があるぐらいですし、実際シェンムーって発表した時はオープンワールドって言葉ありませんでしたからね。そういうその後の大ヒットソフトにつながっていく発想の源に実はセガがいるとかね、そういうことがあったりするんですよね。それがまあセガ信者としては悔しいというか、まあでもゲーム業界的に考えるとちょっと誇らしいというかね、まあ勝手な話ですけどね。それはそういうことたくさんあるんだろうなとは思います。まあ後からぐちぐち言ってもしょうがないんですけどね、まあそういう流れというものが世の中にはあったということを知らない方は知っていただけると、ちょっとセガ信者としては気持ちが収まるというかねまあ単なる愚痴じゃねえかって話なんですけども、まあそういうことです。まあこんなところですかね今回は。ということで、まあこういう裏話的なものもネタがあれば話してみようかなと思います。まあなければ話しませんけども、ということで終わろうと思います。また何か話したいことがあったら動画上げたいと思います。それでは失礼いたします。